これとんでもないことしそうですよ。これタイガードライバー、タイガードライバーじゃないですか。行きますかね。2017年3月6日の大田区で、はい、岡田選手対タイガーマスクダブルの時に1回見たこともありますけども、それと同じ技を彼がやろうとしている。フックできるのか、その手をフックできるのか。岡田の背中の方にフックした、フックした、めちゃくちゃ危険です、ね、背中に弓が叩いた。タイガー、タイガー、タイガー、タイガーだ。これをもらうとベルトが見えてくるぞ。MC、いや岡田がなんとか回避した。あーまずい、いや岡田が来る。岡田にはない引き出しを開けてきた。あれしかなかったでしょうね、うん、今自分の技が自分を追い込んだね、今ね岡田はね。そういうとちょっときついですよ。封印してきた、封印してきた。まさに解くのか、フェニックス、フェニックス、いけ、いくぞフェニックス。あっと勝って入れました。いや、山手が来ましたでしょうね。フェニックスが岡田選手が勝機と見た時に畳みかけてくる。これなんです。盤石の王者、仙台王者、アイダブルチンチン、誇りを込めてレインメーカーだ。おーした、おーした、おー、成長レインメーカー返した。4万人が驚いた。アメリカの実況席もみんなびっくりしたのかもしれない。目合っちゃったら本能で返した。意識はない。イブシも知らない。イブシが出た。岡田選手がかなりきつい。それでもやっぱり自分の勝機のタイミングが来た時に畳みかけた。でもそれでも決めれなかったっていうのは、これ岡田選手にかなりガクッと来てると思うんですけども。掴んでるね。掴んでますね。左腕で、そこなしですね。左腕で掴んだイブシの右腕。いやもう岡田選手もいっちゃってます。いってるよ岡田。岡田もいってるよ。岡田も、岡田の知らない岡田なのか。イブシ、レイン、いやいや、つかんだまま、まだ行かないと。まだだ、まだ、まだなんだ、うん、まだ追い込む、まだ追い込む。4万人の大観衆を見渡すかのごとくぐるりと回ってる。とどめですか。とどめが鳴ってますね。金の雨が降りやまない。イブシ、最後に出た。